デイモン・ジョーンズはアメリカ合衆国テキサス州ガルベストン出身の元バスケットボール選手。NBA の選手で数チームを渡り歩いたジャーニーマンである。現在はクリーブランド・キャバリアーズのアシスタントコーチ。ポジションはポイントガード、シューティングガード。191センチメートル、86キログラム。大学はヒューストン大学でプレー。 NBA には1997年の NBA ドラフトにエントリーするも指名を受けることはできず、今と CBA でプレーした後、1998年にオーランドマジックに入団し、NBA 入りを果たすも出場機会を与えられずに解雇され、続いてニュージャージーネッツと契約し、1999年2月15日のマイアミヒート戦で初めて NBA のコートを踏んだ。 ジャーニーマンであり、このシーズン中にボストンセルティックスに移籍、その後ゴールデンステートオーリアーズ、ダラスマーベリックス、バンクーバーグリズリーズ、デトロイトピストンズ、サクラメントキングス、ミルウォーキーバックス、マイアミヒート、クリーブランドキャバリアーズを渡り歩き、2009年以降は海外リーグでプレーし、2012年には D リーグでプレーした。グリズリーズ以降はシーズンごとにチームを変わっているが、 キャバリアーズでは2008年まで3シーズン席を置いており、これは自身最長である。NBA では司令塔としてよりもシューターとして活躍。ヒート時代には先発に起用され、アベレージで11.6得点に4.3アシスト、3ポイントシュート成功率では43.2%でリーグ5位というキャリアハイというべき成績を残した。 2014年からは、クリーブランドキャバリアーズと参加のカントンチャージで、シューティングコンサルタントという肩書きで、スタッフに加わり、2016年4月に、キャバリアーズのコーチ陣に加わった。リーグ随一の表金者と称されることもあり、プレイよりもムードメーカーとして、チームに貢献することが多い。得意の3ポイントシュートを沈めた直後には、小踊りするような仕草で観客を楽しませる。 服装も非常に派手でゲームやイベントなどでコートでプレーしている選手たちよりも客席からそれを見守っているスーツ姿のジョーンズの方が目立ってしまうほどであり NBA の服装規定が厳しくなった原因の一端はジョーンズにある言われるほどだった私服はさらに派手である NBA 選手の中では数少ない中国のスポーツメーカーと契約している選手の一人でもあった ありがとうございます。